直してももう100切っちゃうか。あーっと、な、犬が、マジか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 。あ、マジかな。何してんの、お前。はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、今また街にやってきましたけど、今はね、今日は何をするかというと、サバイバルキャンプファイヤーを作って、アドバンスドチャプターだっけ？なんだっけ？これね、これ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 。これを今ね、浄水器を作るのに、焦げ樽がいるんですけど、焦げた樽をクラフトしなきゃいけないんですけど、そのね、焦げ樽クラフトするのにフォージアイアンがいるんですよ。で、フォージアイアンがちょっと足りないんで、またここにやってまいりました。ここで、フォージアイアンここにないかなと思って。なんかこういうの分解したらさ、これは違うか。これは配線とかか。まあ、電球配線か。まあまあ、なんかこういうの解体したらさ、手に入らないかなと思って、やってまいりました。こういうのとかね。ダメか。冷蔵庫も手に入らなかったような気がするな。あそこに、ケミステがあるけど、ケミステ分解したら手に入るんじゃない？使えない、扱えないでしょ。だよね。ケミステ分解するか。これ分解したら手に入るんじゃない？あ、1個。あとね、4つぐらい。あ、バーナー手に入った。1個。3個。4個。あ、いったんじゃないこれ。4でしょ？7いるんじゃなかったかな。行ったかもしんないね、これ。これ行ったでしょ、これ。間違いなく。まあ、せっかくなんで、ここだけ見とくか。ここだけ見とくか。逆回りから来てる。逆から来てるけど。あ、ここまで来たね。あ、誰かいた。いたわ。いたわ。え、なんか、変なとこから恋したな。変なとこから恋したぞ、今。ああ。どこ行くの？どういうの？OK？ なんか変なとこから声がしてるな。上から声がしてるような気がする。あ、下になんかあるね。あ、ここになんかあるな。カバンがあるな。じゃん。元気のラッキー。どこまで、ここ、あ、ここは来てないか。この手前まで来たんだっけ。あ、なんかいっぱい入ってた。ラッキー。ラッキー。この裏にもなんかありそうだけど、ガソリンか。ガソリンが手に入るって珍しいね。弾薬。銃がないので、まあ弾薬拾ってもしょうがないっちゃしょうがないけどね。無視なんかなしか。で、洗濯機。ここまで来たんだっけ？あ、ここ来たね、なんかね。ここ来ましたね。ここね。ここなんだろうね。これ開けてみるか。あ、レンチ壊れそうだ。まあ、もう一本あるんですけど。ん？もう一本あるから、いざとなったらもう一本を使えばいいか。この電池をでもぶち壊すわけにはいかんな。残しとかなきゃいけないね、これね。あ、小部屋？小部屋なの？ああ、上に行ける。あ、誰かいる？ダクトテープとか欲しいね。いろんな音がするね。ここから上がるとどこにいんの？台所？台所だ。ああ、そういうことか。あ、そういうことね。え？あれ？俺さっきの、あ、こっからこっち行ったのか。あ、こっから、こっから降りてって、こっから上がってきたのか。あ、なるほどね。これだけ上がってこう。よっしゃ。これ誰か踏んでくんないかな。あれ地雷なんだよね。声がするけど、あ、ステロイドラッキー。肉はまあいらないかな。
ここは弾薬の山だった。はい、はい、扉は壊しておく。でこまあまあまあ、とりあえずもうフォージアイアンは揃ったんで帰りましょうか。ここはあとじゃあ2階だね、上側だな、探索するならね。よし、とりあえず浄水器、焦げだる作ろう。焦げだる作っていきますね。ちょっとね、よいしょ、はい、帰ってきました。じゃじゃん。で、フォージアイアン3、これで 7?7 だね。焦げだる、焦げ。あ、作れない、何がいる、あと。これは OK でしょ。石炭か。石炭は、あるよ。あれ作れないの、まだ無理。あ、いけるじゃん、いけるじゃん。で、焦げだる1個取って、石炭使っちゃったけど、石炭まだいるかな。収集するだから、これ見てなくていいね。これができれば、次作るの何？あの、浄水器？浄水器みたいなやつかな。浄水、あれ、なんて言うんだっけ？名前わかんないね。あれ、なんていう名前だっけ、あれ。ないな。なんていう名前だっけ、あれ。これか。違うな。あ、これだ。あ、石炭やっぱいるんだ。ちょ、石炭取りに行かなきゃいけないね。石炭取りに行くか。5個ね。さらに5個ね。なんかあの辺の石割ったら多分いけるでしょ。いけないかな。1個じゃダメだね。ちょっと割っていきましょう。はい、取ってまいりました。よいしょっと。向こうのね、焼け森まで行って、焼け森まで行って回収してきました。もう石叩くよりそっちの方が早いと思ってね。おかげでほら、113も取りました。OK でしょ、これで。で、焦げだるができたので、釘をクラフトする。釘が8、あ、ちょうど前後に8持ってるわ。ナイスだね。ちょうど持ってたわ。これ見てなきゃいけないのね。見てなきゃいけないんだね、これね。で、これはまあ見といて、見るだけ見といて、これだね、あとね。多分これ作れってなるでしょ。おそらく。あ、鍋がないわ。鍋がないな。鍋どっかに隠した。鍋。あったあったあった。これでいけるかな？収集するだから、まあ作らなくても、あ、作れない。あとなんだ。たった、木材か。木材に。あるあるある。あったあった、いっぱいあった。これは収集するだから、まあ見てなくても、あ、まだ作れない。あと何？あ、こっちがあるのか。あ、鉄パイプね。鉄パイプ？あるあるある。あるある。で、1分50。これ見てなくてもいいんだね。じゃあちょっと荷物整理でもしてましょうか。お、できました。できたー。よっしゃ、あとこれ設置すればいいわけね。設置。じゃあ、これめったに使わないんだよね。この隅っこに置いとくか。あんまり使わないんだよね、これね。ボイルドウォーター、これ、あ、これでやれって話か。ボイルドウォーターをクラフトする。燃料がいるのか。燃料。松ぼっくりって燃えるんだっけ？松ぼっくりでいいような気もするけどね。あ、違う。まず、これを、これにしなきゃいけないんだよ。あ、石炭がいるのか。石炭いるの。あ、よかった。いっぱい取ってきて。石炭がいるの。石炭でまず、浄化して、ね。石炭で浄化してからの泥水に変えるか。なるほど。見てなきゃいけないです。見てなくてもいいよね、これ。これは見てなくてもいいパターンだね。ここをちょっと壊して、この辺壊してね、
電子レンジとか置きたいなと実は思ってるんですけどね。ちょっと破壊しようか、頑張って。頑張って破壊しましょうか。さあ、できましたかね。あ、できてできてる。だいぶ時間経ったからな。あ、ちょ、使うな。使うなよ、お前。何やってんだ。何をやってるんだ。違う。お腹壊したじゃん、ほら。これを、2個あ、1個、待って、1個。水汲んでこなきゃいけないじゃん。マジか。まあ、そこに川あるんでね。すぐそこに川あるんで、水汲めるけど。また飲むなよな、本当に。何やってんのよ。まあ、ここで水汲んでいこう。よし。で、またやんなきゃいけない。また60秒ぐらい待たなきゃいけないじゃね。まあ、いいか。まあ、なんか、いろいろね、やらなきゃいけないことはいろいろあるんで、いろいろやりながら待ちましょうか。よいしょ。これね。え、これじゃない。あ、これか。缶オブウーリーウォーターは、違う。まず、これでいいのか、とりあえず。あ、クラフトするっちゃボイルド、これはボイルドウォーターか。クラフトしなきゃいけない。これは別に見てなくてもいいんだ。で、この先の、これか、これは見てなきゃいけないんだね。これは見てなきゃいけないってやつだ。あれ、これできない、作れないの？レシピ。これ何がいいの？あ、これは、そっか、これはここじゃないんだ。これは向こうだ。サバイバルキャンプファイヤーでやるんだっけ、これはね。ここはとりあえずこの浄水するだけなんだね。こうね。で、ここまで行ったらこれだ。これだ。あ、これだ。何が足んないの？何が足んない？あ、木材が足りない。燃料が足りない。OK。で、これは見てなきゃいけないという話ですね。うん。はい、できました。OK。で、ガス管か。あ、ちなみにこの裏をね、半ブロックだったのを破壊して、この木のブロックに変えました。変えましたので、この辺設置しようかな。電子レンジとか。マイクロウェーブ取ってこいっていうネタがあったと思うんだけどね。この上置けないの？置けるでしょ。もうね。使いにくいかな。一個ずらすか。こう？マイクロウェーブ。マイクロウェーブ。あと、まあ、これ。これね。こう？こんな感じ？あと、トースターも拾ったんだよね。トースター取れるって知らなかった。トースター使えんの？これ。何ができんの？あ、パン焼けるんだ。これはまあ、電子レンジはこれですね。で、これはお茶が作れるってやつだよね。あ、全部ロックされてる。当たり前か。うん。じゃあ、ちょっとガス缶行きましょうか。ガソリンスタンドは、あるんで、あれ？ちょっと待って。ガソリンスタンドはなんかあの街にあったんでね。ちゃちゃっと終わらしていきましょうか。ちゃちゃっとね。ちょっと待って。これ壊れそうだな。木は持ってない。木全部入れちゃった、ここに。これちょっとまたオフにして、半分返せ。半分返してもらって、ちょっと待って。ね。コンボを作りたい。OK。もう壊れちゃうからね、147。147、直してももう100切っちゃうか。あーっと、犬が、マジか。マジかな。何してんの、お前。何犬佇んでたのよ。びっくりした、今。びっくりするやん、お前。びっくりするやん。何してくれんの、マジで。よっしゃ。いや、まだいるやん。あ、犬報道じゃないけど、犬いっぱい来たの？いっぱい来たんですか、ワンコたち。来い。よっしゃ。あ、向こうにもいるね。まあ、室内とかで、大量に来るわけで、あそこに2匹いるな。なんか行きたくないな。行きたくないけど、まあ行かなきゃいけないね。
確認でしょうか。こっちにはいない。こっちに2匹いるぐらいか。犬食えないからな、あのドーベルマンは。食えない犬やってもあんまし意味がないな、個人的には。そこに1人いるでしょ、1匹いるでしょ。アイス来ないかな。おいおい、来た来た来た。もう押すなよ。押すなって。押してくるからだ、これ。それがうざいよね。当たんないんだよね、押してくるから。そこら辺の物理演算をちょっと改善してほしいですね。もう一匹いるんで、もう一匹もなんとか倒したいですね。物理演算なんとかしてほしいな、このね。自分の体重が軽すぎるのかな。体重っていう概念がないのかな、そもそも。ねえ、体重という概念がそもそもないのかな。2発で倒せればいいんだけどね。2発じゃ倒せないから。まあ動物の皮はまたたくさん手に入った。ラッキーラッキー。どうした。で、まあ腐肉はいらない。骨は骨にする。骨は骨にする。水は飲んじゃう。ボイルドウォーター飲んじゃう。はい、オッケーでしょう。こんな感じでお腹すいたって言ってるので、サバイバルミックスも食べちゃう。お腹壊してんだね、それはね。お腹壊してんだった。まあいいか。よし。ガソリンスタンドはこの町にちゃんとあるので。あ、ま、この町だっけ。町にはないか。街の外れか。ここガソリンスタンドなんだよね。そこまで行かなきゃないか。まあでもいいか。でもなんかあったような気もするな。なかったか。ないか。ないか。ゾンビがいるけど。なあ、こんにちは。どうも。地下にね、あのガソリンの、なんていうの、あれ、給油口じゃないけどさ、あれがある家があったらね、地下じゃなくてもさ、地下じゃなくてもなんかお店にさ、そしたらそこで行けるんだけどね。メタルワーク、あ、メタルワークスあるじゃん。へえ、へえだね。この辺にガソリンスタンドはないか。ないね。このポップンピルズの病院はちょっと近づけないんで、これね。危険だから。で、ここ図書館ですね。図書館、ライブラリー。ここ行きたいですね。もうちょっとしたら行きましょうか。で、これがグッピーマート。グッピーマート。あ、ここにあるじゃん。グッピーマートにあるわ。あんな遠くまで行かなくても。グッピーマートでやろう。おお、いいね。で、これどうすんだっけ。こうだっけ。オッケー。はい。よっしゃ。完成した。よし、ジャーナル1個完成した。じゃあ次、明日またじゃあ違う、もう1個の方の違うジャーナルやっていきましょうか。誰かいるね。あ、いっぱいいるね。まあ、無視しようか。はい。ということで、もう19時なんで、まあ今日はこの辺で終わっときましょうか。ね。まあまた明日、続きの、ジャーナルの続きをちょっとやっていきましょうか。あとなんだろうね。農業じゃないやつにしようかな。うん。はい。ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。大川さんでございました。またね。